こんにちは、公正取引委員会フリーランス法の普及啓発担当です。始まりましたフリーランス法ナビ、ご視聴いただきありがとうございます。この動画はフリーランス法の気になる中身、どんな義務や禁止事項があるのか、規制の具体的な内容などを解説していくものです。ボリューム1は基本の基として、一つ、自分が業務を委託する相手方がこの法律でいうフリーランスなのかを知るためのフリーランスの考え方について、2つ、実はこの法律、事業者や取引の状況によって守らなければいけない義務や禁止事項が変わるんです。ですので、2つ目として義務や禁止事項が変わる3パターンについてお話しします。では早速、この法律でいうフリーランスについてです。突然ですが、皆さんに問いかけます。フリーランス法ではフリーランスを業務委託の相手方であって従業員を使用しないものと整理していますが、次のうちこの法律でいうところのフリーランスに該当するのはどれでしょう。企業から仕事を委託されている、1、個人の配達員、2、一人社長の建築士、3、1日5時間週3勤務のアシスタントを雇っている個人のイラストレーター。実はこれ全部この法律でいうところのフリーランスに該当します。では解説していきますね。まずこの法律では業界業種の限定は一切ありません。ですので、配達員か建築士かイラストレーターかという点は、今回フリーランスであるかを判断するでは加味しなくて OK。 1番の食事や荷物を運んでくださるような配達員の方、もちろん該当します。2番の一人社長、この法律では法人か個人かも関係ありません。一人社長のように法人だけど従業員がいなければフリーランスです。そして3番、アシスタント雇ってるから従業員いるっしょって思った方もいるかもしれませんが、ここが今日のポイント。従業員を使用しているかは単純に人を雇っているかだけで判断してはならない。これどういうことかと言いますと、フリーランス法は組織と個人の力の格差に着目して作られた法律です。ちょっとでも人を雇っていたら組織だと判断するのではなく、実態として組織と言えるかを見ていく必要があります。そのための基準として、現状では週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる方を雇用している場合は、この法律の従業員を使用しているに該当すると想定しています。先ほどの事例では1日5時間週3勤務のアシスタントだったので、今想定している基準には該当しないためフリーランスに該当するとなるわけです。この従業員を使用しているの考え方については、今後ガイドラインなどで明らかにしていく予定ですが、皆さん、人を雇っているからフリーランスではないと判断するのではなく、今お話しした従業員を使用しているかという点が重要だということを覚えておいてください。ということで、先輩、フリーランス法でいうところのフリーランスの考え方についてこれまで話してきたんですけれども、関連して我々がよくいただく質問についてこれから答えていこうかと思います。はい、質問です。企業に勤めつつ副業として個人で配達の仕事をしている場合、フリーランスに該当するでしょうか。副業、勤め人が空いてる時間に別の仕事をするやつですよね。先輩どうでしょうか。はい、副業ですね。企業にお勤めの方が個人として仕事を受ける場合ですが、業務をお願いする企業との関係で見ていくことになります。つまり、例えば私が A 会社に勤めていて、空いている時間で配達の仕事をします。この場合に B という会社から配達の仕事を受けて、私は個人でその B 会社と、お仕事を受けて仕事をしているという場合には、私と B 会社との関係で私がフリーランスに該当するかというところを見ていくということですかね。そうです。個人で仕事を受けて行っているのであれば、その企業との関係ではフリーランスに該当すると考えます。ありがとうございます。最近副業なんか認め企業増えてきているというふうに聞いてますけど、皆さん、副業×フリーランスをイコール対象になり得るということ、ぜひ注意してもらいたいと思います。
ということで、本編に戻ろうかと思います。はい、ありがとうございました。はい、ではフリーランス法ナビボリューム1基本の木、後半はこの法律の義務や禁止事項がかかる場合の3パターンについてお話ししていきます。お話ししていく前提として、まずは2点押さえておいていただきたいことがあります。1つ、この法律では規制がかかる発注事業者をフリーランスに業務委託をするものと整備している点。このためフリーランスに業務を委託する事業者であれば、すべからくこの法律の対象になります。大企業、中小企業、小規模事業者など規模は関係ありません。2つ、法律の対象となる取引は B2B 事業者間の委託取引であるということ。つまり消費者との取引やフリーランスの方が自分の作品を広く販売することは法律の対象外です。そして法律の対象となる取引は委託の業務内容に限定はないということ。これは皆様ご存知の下請け法でいう製造委託、情報成果物作成委託、修理委託、役務提供委託は全て対象になりますし、下請け法では対象に入らない建設工事も対象になります。さて、これらを押さえた上でフリーランス法では事業者や取引の状況によって守らなければいけない義務や禁止事項の組み合わせが3パターンあります。それがこちら。フリーランス法は取引適正化パートと就業環境整備パートの2つから構成されます。公正取引委員会が担当するのは取引適正化パートですが、今回は全体像をつかんでもらうため就業環境整備パートの義務についても記載しています。取引適正化パートには2つの義務と7つの禁止事項が、就業環境整備パートには4つの義務があります。事業者や取引の状況によってこのように守らなければいけない義務や禁止事項が変わってきますので、それぞれのパターンの要チェックポイントをお伝えします。まずパターン1、すべての発注事業者について。これは企業だけではなくてフリーランスの方も含めて、フリーランスの方に業務を委託する発注側すべてに取引条件の明示義務がかかります。フリーランスの方も義務を負うのだというところがポイントです。次にパターン2、フリーランス以外の発注事業者について。フリーランス以外のとありますので、企業である皆さんには基本的には取引条件の明示義務、期日における報酬支払い義務、募集情報の適格表示義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務の4つの義務がかかるということになります。最後にパターン3、フリーランス以外の発注事業者×一定期間以上の期間を行う業務について。これもパターン2と同じくフリーランス以外のとありますので、企業である皆さんにかかる義務となりますが、重要なのは企業の皆さんが一定期間以上の期間を行う業務をフリーランスに委託している場合にこのかかる義務と禁止事項だという点です。ではこの一定の期間以上とはどのくらいの期間なのか、すみません、この重要な点現時点ではまだ決まっておらず、今後定めていきます。ですが現時点では取引適正化パートでは1ヶ月以上という方向性が有識者の検討会で示されたところです。今取引適正化パートではと私は言いましたが、この期間については取引適正化パートと就業環境整備パート、それぞれで適当な期間を検討しています。ですので必ずしもこの2つのパートで同じ機会になるというわけではないという点について今後要チェックです。はい、フリーランス法の基本の木、いかがだったでしょうか。フリーランス法ナビボリューム1ではフリーランスの考え方、事業者と取引の状況によって規制の内容が変わってくるということを中心にお話ししました。次回ボリューム2は、すべての発注事業者が守るべき取引条件の明示義務について、その内容、注意点などをお伝えします。このフリーランス法は令和6年秋にスタートします。それに向けて随時情報をお届けしていきますので、ぜひぜひ公正取引委員会ホームページをチェックしてみてください。法律の全体像について解説している動画、 X、Facebook も発信していますので、
ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。